はい、はじめまして、おはようございます。ふめいです。続きからやってまいりましょう。じゃ、すまないな。君はあと絵を取り戻すという仕事が残っていたはずだ。その辺から頼むよ。この絵を取り戻すっていうのはよくわからないんだけど、絵は返すみたいなこと言ってなかったっけ？とりあえず移動するのか。うん、じゃあね。電話が鳴っているするわけにはいかないな。それはそう。もしもし、神宮寺さんだね。細川さんの絵を返すから、ガランドっていう店まで来てくれませんかね。てんてんてん。俺は詳しい住所を聞いて電話を切った。じゃあそのガランド誰だろう。エイジの声ではなかったが、ガランドってところに行けば返してくれるの？なんだそれは。裏に密輸組織でも絡んでいたのか。さあ早く続きを。その前に私の話をしておいた方がいいと思うんです。つながってるの？うん、何でもいいから早くしてくれ。何でもいいんだね。さて、私は花田さんのお店にやってきた。花田さん、花田さん誰だっけ。花田さん、まあいいや。なんとも言えないわね。で、花田さん呼ぶ？いないのかしら。帰る？もう一回呼ぶ？あ、いたいたいた。はいはい、ごめんなさいよ。ちょっと電話をしてたもんでね。で？あー、事故。さて、知らないかな。じゃあ、かずみさん。え？何しにここに来たんだっけ？大鳥くんがどうかしたのかい？私はこの店の主人、花田寛吉じゃよ。はあ、中見せる？おい、この間の事故だね。知ってますよ、ここのすぐ近くだからね。え、被害者？そりゃちょっとわからんよ。警察にでも行った方がいいんじゃないのかい。じゃあ警察行く？かずみさんの知り合いって聞いたけど。続きは先生、お願いします。ああ、俺は絵を返してもらうためにガランドへ向かった。そこで、え、合流するんだ。お、ここがガランドってこと？ああ、先生、どうしてここへ？とりあえずかずみのこと聞いてみる。とにかく頑張ってみます。なんか見せる？偶然とはいえ、健一くんのおかげですね。お手柄だね。
ともこれも吸いましょう。さてどうしよっか。よく考えて行動したいな。前からそれ言ってるよね。え、いないの？いないの？店の人いないの？移動します。はい、僕はじっくり腰を据えて。ですよね。ちょっと調べようか。もう髪を切ったな。何か言った方が良いのだろうか。それにしてもどうしてここに。偶然か。偶然だろうね。何聞く。あ、横のこと聞く。はあ、事務所にあった新聞にひき逃げのことが載っていて、その被害者が和美さんではないかと思って、いろいろ調べているうちにここにたどり着いたんです。私これから警察に行ってきます。後で報告しますね。それでは。お店の人いないの？本当に？はいはい、いるやんけ。なんか、なんであんたのことしか聞けないの？他に聞くこといろいろあるでしょ？ちょ、周り見る？うさんくさい。脅す？ほら。ああ、うさんくさいね。泣かないかな、飯。はい。はいはい。あんたが神宮寺さんかい。ちょっと待っとくれ。あ、私はここの主人の花田勘吉。何者なんだ？はい。細川さんにちゃんと返しといてよ。俺は絵を受け取った。あ、ここから絵を受け取ったのね。取り返しにって言い方おかしくない？どれどれ。ん？持ち物か。これを信子に返せば仕事は終わりだな。お、ついに。じゃ、消えるべ。え？まだ何かあるってこと？ちょ、待って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 。絵のこと聞く？エイジ君がね、できるだけ高く売り払ってくれって昨日持ち込んできたのよ。でも少し前に電話があってね、神宮寺って人に渡してくれと言ってきたのさ。詳しいことは私にもわからんのだな、これが。あー、まともな主人でよかった。まともな店員？じゃあまだお金払ってないってことかな？鑑定中だったとかそういう感じ？エイジ君とは古くからの知り合いなんだ。若いのに骨董品が好きでね、よくうちの店に来ていたよ。同じように骨董品が好きな娘さんと結婚してね。結婚？エイジが？ああ、名前は確か。和美。佐田和美ちゃんだったかな。そうつながるの？あ、そうか。さっき来た女の子が聞いてたのは、あの和美ちゃんのことだったか。いや、悪いことしたな。待ってくれ、神宮寺君。つまり、エイジと和美は夫婦。そして、健一の父親は、エイジ。そういうことか。ああ、そういうことだ。なるほど。で、和美は？
ほら、それは熊の警部に協力してもらって。おう、あの時だな、覚えとるぞ。あー、熊さんも関わった事件だったのね、今回のこれね。なるほどね。ペペペペ、熊さん。うん、熊の警部。ダメだよ、忙しいんだから。ちゃんと約束してから来なくっちゃ。そんなの常識だろ。ダメだな、最近の若い娘。何よその口の聞き方は。私が何をしたっていうのよ。私本当は警察の雰囲気って嫌いなの。ほら、いつもこの辺をうろうろしてるのに。じゃあ周り見る。人調べる。意地悪そうな人。そうね。ほらほら。はあ、今変えることはできないわ。どうしろと。パパ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 ーンだから、ちゃんと手続きをしてくれなくちゃ。あ、怒るがある。私は爆発した。ドカーン。はい。あの申し訳ありませんでした。すぐに来ていただけるよう連絡してみます。お待ちください。そうやってコロコロ態度を変えるのは警察としてどうなんでしょう。私本当だっけな。はい、遅い。うーむ、はい、熊さん、もうすぐ来ます。どうかお待ちください。遅いわね。君のことを教えてよ。我々は市民の皆様からの貴重な情報をお待ちしてます。何の話？申し訳ないですね。うん、陽子くん。怒っとるのか？怒るがない。わしは暇でな。暇だったの？一日中机に向かっているのは性に合わんな。はへえ、やっぱ聞けばいい。かずみのこと聞ける？なんだ、誰のことを言っとるんだ。情報なしか。新聞見せるか。なんだ、ひき逃げか。どうしたんだ。話す。私は事情を説明した。そうか、ズタが世話になっていることだし。よし、協力しよう。ほう、クマさん参入。あの時のことは覚えとるよ。わしは担当のやつに聞いて陽子くんに教えたんだ。あの時はありがとうございました。というわけだ。病院に行ったら会えるように手配しておいたよ。中野病院だぞ、知っとるだろ。じゃ
頑張ってくれ。わしは戻るからな。さてどうしよっかな。中野病院行く？付属病院でいいのか。あ、これ別なんだ。そんな急に言われても。違うな。呼ぶ？会えるように手配してくれたんじゃない？かずみさん呼ぶだけ無駄みたい。医者？病院なのにいないの？え？看護婦？はい、看護婦はいるんだね、ここは。看護婦さんは病院のことなら何でも知ってるはずよ、聞く？なんでかずみのことがないの？私はただの看護婦です。見せろってこと？あ、事故の被害者の方なら奥の病室です。でも記憶がなくなって自分のことも思い出せないみたいなんですよ。まさかの記憶喪失。中に入るでいいのか。あれ、まあどうする？私、事故のせいで記憶がなくなってしまって何も思い出せないんです。うむ、かずみさんだといいのに。それすらわからないんだもんな。に、はい、はい、どうすればいい？かずみさん、違うの。違うの？何が違うの？へえ、薬袋。何の薬かしら。何をすればいいかに。これ。出る？ちょっと元利あたりに行ってみるか。合わせれば多分かずみさんかどうか判断できるよね。何さ。いい人だよ。あー、連れていけないのか。どうすればいい。どうやって判断すべき。私はこの店の主人。
花田勘吉じゃよ。どうすればいい？私が事故を起こしたわけじゃないからね。何のことやら。事務所戻って連れてく？ケイちゃん、寝とる。寝とるわ。てい、それよりも、てい、それよりもってなんだ？また眠っちゃったのね。どうすればいい？とりあえず中野病院行く？中野病院。名前とか確認できないの？そっか、名前もわからないか。本人記憶喪失だもんね。本人がわからないのに病院の人がわかるわけないか。何すればいいかな。窓の向こうに新宿が見えるわ。待てよ、薬袋。いや、でも取れないか。パンパンパン、パン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 、パン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 、パン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 。かずみさんだといいのに。わからない。ちょっと攻略見ちゃうか。もうある程度テンポも重視していこう。どこだ？どこら辺だ？中野病院行って看護婦に、あなたのことを聞いて外に出て歌舞伎町事務所に戻るの？あ、健一呼ぶんだ。はあ。よいしょ。じゃあとりあえず健一を呼んでみましょう。事務所か、エロ。事務所へ。はい、健一。まだ眠ってるわ。起きろよ、おい。お姉ちゃん、お帰りなさい。で、ママに会えなくても僕なら、はい。呼んだ後どうするの？もうちょい見るか。呼んだ、話す。あ、話す、本当だ、話すが出てる。違う、聞くじゃない。
き逃げの被害者のことを話そうかしら。はい、私はひき逃げの被害者の話を知った。僕会いたい、お姉ちゃん連れてって。なるほど、こうやって連れていけるのね。どう、ママかどうかわかる？反応なし。ケンイチ？てんてんてん。どう？ママさんじゃないの？ん？こっちに聞くしかない。信子純子エイジ良介和美。結局どうなのよ。どうするの。のんきだな。けんちゃん、何の反応も。ちょっと待って、何をすればいいの。ちょ人調べるなの。調べる。こっち？どうして黙っているの？ほんとそれよ。かずみさんじゃないの？あら、泣いてるの？ママ。ママ。ケンイチ？え？思い出した。ケンイチ。ああ、私、思い出した。何もかも。全部思い出したの？ケンイチパワーすげえ。ケンイチ、ごめんね。一人にして。お姉ちゃんが優しくしてくれたの。ケンイチがお世話になったようで、もしよろしければお話を伺いたいのですが。って話せばいいってことか。私はここまでの出来事を説明しました。ほうほう。そしてかずみさんからいろいろと話を聞いたんです。エイジさんとかずみさんが出会ったのはエイジさんが家を出てすぐの頃だったそうです。あのガラン堂でです。二人はやがて結婚することになりました。でも、それを聞きつけた良介さんは大反対。それで英二さんは完全に親子の縁を切ってしまい、和美さんと結婚しました。まもなく、二人に子供が生まれました。健一くんです。先生、健一くんの病気のことはお話ししたんですか？ああ、そうですか。ケンイチ君のその病気を治すには莫大なお金がかかることが分かりました。若い二人にはどうすることもできず、エイジさんはお父さん、つまり良介さんにお金を貸してくださいと頼みました。良介さんはお金を貸すことを承知してくれました。まあ、子供のことだしね。でも条件があったんです。なんだその条件ってのは。それは和美さんと別れて家へ戻り良介さんの後を継ぐことでした。なんと
そんな条件、英二には飲めないだろうに。でも、英二さんと和美さんはそうするしかなかったんです。英二さんは家に戻りました。そういうことね。それなのになぜ健一君の病気は治っとらんのだ。それは凌介さんがお金を貸さなかったからです。それはひどい。そんなことがあったから英二は凌介の絵を盗み出し金に変えようとしたわけだな。しかしなぜ凌介は金を貸してやらなかったんだ。クマさん、話はまだ終わってないんだ。俺は信子に絵を返した。ご苦労様。お金は銀行の口座に振り込んでおくわね。でもやっぱり私が言った通りだったでしょう。じゃもういいわよ。さてどうしようか。探偵さん、探偵さん、お願いです。英二さんを探してください。お父さんが帰ってきて英二さんがいないことを知ったら、お願い。あ、英二さんを探したのは私がお願いしたからじゃなかったんですね。まあまあ陽子くん、でどうしたんだ。俺は英二が行きそうなところを当たってみるしかなかった。とりあえず一旦こんなもんかね。よいしょ。おや、疲れたのかね。はい。じゃあ一休みしようか。しかし次に話してもらうときはすまないが、少し前から話してもらいたいんだ。最近どうも忘れっぽくてな。君が英二の行方を探し始めるあたりから頼みたいんだ。よし、ちゃんと更新されてるな。まあちゃんと進んでるようで何よりです。進んでるようでっていうか、ちゃんと次のチェックポイントまで行ってるようで何よりです。というわけでね、次回はその続きからやっていきたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。じゃあね。